はいどうも、哲学徒です。今回もディアブロイモータルやりながら雑談していきたいなと思います。一応ですね、今回、ディアブロイモータルのイモータルクランとしてね、4週間かなの統治期間が終わって、残念ながら、シャドウに、またね戻るという形になりましたので、ちょっとそのね感想とか、今回の統治期間振り返ってみようかなと思います。今回からですね、統治期間の、トータルに応じて、こちらのね、普通の、シャドウに戻っても使える、ね、コスメティックがもらえるという形になって、で、今回、4週間とりあえず、統治期間の方が終わったので、こちらのね、コスメティック、燃え盛る狂人のクロークの方がもらえました。で、こっちの方もね、イモータルとして10週間統治するとか、あと、そうですね、14週間、28週間、42週間みたいな感じでね、だんだんとこう、豪華になっていく感じなので、42週間目指してね、また、シャドウとして、新しい一歩踏み出していきたいなと思います。なんかこんな感じでね、燃え上がった感じになるので、このエフェクトはちょっといいなと思って、ちょっとしばらくつけていこうかなと思います。そうですね。今回は、ディアブロ4のね、シーズン2と並行してプレイするような感じだったんで、結構ね、慌ただしい感じではあったんですけども、そうですね。最初のうちは結構、宝物庫の防衛なんかもね、加われたんで、そこはね、結構満足のいく感じだったかなと思いますね。で、今回、私にとって、ではそうですね、6回目のイモータルという感じになるんですけど、今回多分初めて、そうですね、知性の方が、ゴールド3かな、あとちょっとで4っていうところまで、行ったという感じなので、5をやるためにはやっぱ物理的にも5週間、1週間は防衛しなきゃいけないという感じなので、なかなかね、大変だなとは思うんですけども、またね、次回、挑戦するときは、長期政権目指してやっていきたいなという感じですね。さあ、そしたらそうですね、鑑定しましょうか。今回、一応知性が終わると、シャドウ側も、シャドウ側もね、イモータル側も、お土産的なものをもらえますので、最終日はなるべくね、ログインしておくと、いいことがあるかもなという感じですね。お、グリスグリーン。これね、多分なんだけど、持ってないやつなんだよね。おー、いいじゃないですか。で、装備品の方が、こっちが69なのか。いいですね。あ、こっちも69なのか。OK。これで、お、戦闘レーティングも26,056なんで、多分ね、セットを揃えてるんで、下がってる部分もあるんですけど、おそらく攻撃力の方も今回26,400ぐらいまではね、最大値で上がったという感じなので、これもね、良かったかなと思いますね。今回、一応今現行でね、出てる、更新要素なんかについては、結構動画でも、撮れたので、そこは良かったかなと。あとは少し、デーモンハンター、特に、皆さんにも、お伝えしてた、ノックバックショットとね、あと復讐の雨、セントリーあたりを使ったビルドとかを最後に組んで、一応ネクロマサーじゃないの、デーモンハンカイは、一旦ね、区切ろうかなと思ってますね。どうしようかな。飢えたるものと、ノックバックショット系がね、なかなかこれで組めそうなんで、いいかなって感じですね。あと、あれかな。クロスボウショットが同じ的に3回、報復の額に。そうですね、こんな感じかな。で、インペールと復讐なんですね。
ましたね、鋼の楽団。これで大体そうですね、セントリーの近くにいるとメイン攻撃の速度が上がるやつが来たんで、大体装備品の方もね、そうですね、ストレイフのやつ買ったわけじゃないですけど、セントリーのやつとか、うん、大体揃ったかなって感じですね。あと片手が1個出てないかなっていう感じなので、そうですね、ナイフの罠のクールダウン時間が短縮、これ結構強いなと思ったんで、ここら辺が取れたらいいかなと思ってたんですけど、うん、まあちょっとね、また、デート解説動画の方も作っていけたらいいかなと思ってます。いやー、なんとか、うん、4週間走り抜けて、まあなんでしょうね、当初は結構ディアブロ4もあるんで、そんなにね、参加できないかなと思ったんですけど、まあ、今回からこのイモータルのウィークリー目標が、まあ、60個ね、なんていうのかな、先取りしてやれるような感じになってたんで、まあ、暇な時にこう、なんていうのかな、60個手分けしてやるってことができたのが、結構、うん、参加度が高かを、上げられた理由かなと思うんで、まあ、こういうシステム面のね、まあ、更新っていうのも、まあ、結構そのクランへの貢献度っていう意味では、まあ、助かった部分かなと思いますね。まあ、やっぱりこう、毎日ログインがまあ、前提になるゲームではあるとは思うんですけど、まあ、なかなかね、その、まあ、例えば、フォートをこう並行してやってるとか、そういう中でやってると、まあ、時間のやりくりとか難しいところがあったりとかすると思うんで、まあ、そういう意味で結構、まあ前のね、前にイモータルの聖剣をやった時よりも、まあアクティビティこなしやすかったなというところがあって、まあ、そこはすごく良かったですね、うん、で結構今回はね、なんだかんだで、フルでカイオンの、支援、うん、とあと、コーバス探検隊の方はできたので、まあ、そこもね良かったですね。まあ、カイオンの試練、当然ながら自分側もね、週1回、レジェンダリーの紋石がもらえたりとか、あと、レジェンダリーのね、装備品が揃いやすいというところもあって、で、まあ、今回、このデーモンハンターもね、育成中だったので、うん、そういう意味でもすごくね、助かってるところもあるんだけど、まあ、カイオンの試練って、まあ、元々のね、狙いはその、イモタルの投資力を上げていくっていうところにあるので、なのでね、まあ、ちゃんとこうメンバーが、集まるってことはすごく大事なんですけど、かなり今回は、まあ、同盟クランの方々の、協力もあってね、まあ かなり高い出席率を、維持できたので、まあ、そこはすごくね、良かったんじゃないかなと気がしますね。まあ、最初のうちはいろいろとね、なんていうのかな、同盟クランを巡る、事柄に関して、名手の方からね、しっかりとした説明があったりとか。で、まあ、普段あまりね、関わらないような、方々とも、面識を持てたっていうのはすごくね、良かったなと思いますね。なんかすごい、堅苦しい挨拶みたいになってますけど、まあ、ただ遊んでただけなんだけどね。そう。まあ、でもなんかやり遂げた感はありますよね。なんだろうな。まあ、結構、前の聖剣、まあ、イモータル、もうは、まあ、6回目の、イモータルっていう話をこの間、さっき、しましたけども、なんだろうな、やっぱり、ディアブロ4が出たての頃はさすがに、まあ、なんていうかな、初期の頃の攻略動画とかを一通り出したいっていうのもあったし、まあ、やっぱり5キャラね、まずはレベル100にするっていう一つの目標があったので、まあ、今よりもやっぱり、まあ、シーズン2に比べるとだいぶね、育成の、大変さとかもあったんで、まあその中でやっぱりやっていくとなると、なかなかね、イモータルの方の、アクティビティっていうのが、まあ、最低限しかできてなかったなっていうのもあったんで、まあ今回は、まあどっちかっていうと、ディアブロ4の、まあなんていうか、やり込みの方をもうちょっと緩やかにして、イモータルの、まあ統治機関のね、貢献っていうのを、軸足を置けたんで、そこはすごくね、満足感が高い統治4週間だったかなと思いますね。やっぱりなんか海王の試練ね、まあ最初のうちは、
数日おきとかなんですけども、まあ統治力が上がるにつれて、まあ1日ね、最大、3回行えるようになったり4回行えるようになったり、最後は5回まで行えるようになるような感じになってくるので、まあなんだろうな、結構圧巻というかさ、うん、感じになってはくるんですけど、まあ毎日行くのなかなか大変なので、まあ前の政権の時なんかは週1回だけ、なんとか最低限入って、まあコーバス探検隊も、行ける時と行けない時があるみたいな、感じだったんですけど、今回はもうフルで、海運の支援、コーバス探検隊、まあ、1日1回、参加するのと、コーバスは2回かな、週2回、あ、週3回か、水水土日と、入れたんで、まあ、そこもね良かったかなと思いますね。まあ結構コーバス探検隊は、まあ、いろんなギミックがあったりとかしてさ、特に最後、ディアブロクイズみたいなのもあったりとかするんで、なかなか楽しいイベントかなと思いますし、まあ一応ですね、この統治期間の間は、まあ、イモータル関連の動画って、まあ、なんていうのかな、アクティビティの時間とかそういうものが、まあ分かる人には分かっちゃうんだけど、あまり公表しちゃうのも問題かなと思って、まああえて動画は出してこなかったんですけど、まあ統治期間も終わったということで、まあ日々のアクティビティの動画なんかもね、ちょこちょこ出していこうかなと思ってますので、まあなんかイモータルになったらどういうことをやりたいのかとか、そういうことをね、予習されたい方とかはぜひね、そういった動画も、見ていただけたらなと思います。特にイモータル、まあ初めてやるよ、イモータルのクラン初めてなるよっていう方なんかは、最初のところでね、3日間連続で、まあチュートリアルみたいなのがあるんですけど、イモータルの試練っていうね。まあそれを必ずやる必要があって、まあそれちゃんとやってないと、まあその後のね、アクティビティっていうのに参加できなくなっちゃいますので、なのでね、まずはチュートリアルを3日連続でしっかりやったり。まあ今のところね、スキップ機能とかないので、私ももう6回かな、イモータルの試練やったことになるんですけど、まあなんだろうな、シャドウの場合は新たに、まあ今私冒険者に、これからなるわけなんですけど、まあなんだろうな、まあ初日に回、印象指輪を渡して、まあシャドウクラに上がった後に、まあチュートリアルのスキップとかできるんで、なので、まあ、今後ね、イモータルの聖剣に、ついた時のチュートリアル、も、スキップ機能とか出てくるといいかななんてことを思ってるんですけど、まあ、ただ、なんだろうな、やっぱりこのゲームやってて、まあ、一つの目標としてね、イモータルになりたいっていうのは、やっぱり、結構多くの方から聞く目標の一つではあるので、まあ、そういう意味でね、まあ、なんだろうな、イモタルにふさわしい活躍ができたかどうか、まあ振り返ってみると、まあね、まだまだ、うん、改善すべき点があるなという気もしてて、まあ、特にやっぱりあれですね、宝物庫の防衛絡みに関しては、なんていうのかな、ちょっとこう、結局、先にパーティーを組んだ順にね、まあ、流れていくので、まあ、今回結構熱心な方が多くてね、もうなんか例えば12時、から始まる、防衛とかだったら、まあ、12時半とかね遅れて入るともうすでに、たくさん防衛側のねパーティーが出来上がってて、なかなか、うん、自分の順番が来ずに終わる時とかもあったんで、まあそういう意味で言うとちょっとね早めに、まあ夕方のね7時ちょっと前から待機して、ログインしておいて、でまあクリアするみたいな、宝物庫の防衛の方に並ぶみたいなことが、まあなんだろうな、次回はできたらいいかなというところもあるし、うん、あとまあアクティビティの進め方にしてもね、今回60個、一気にね、いや一気にはできないのかな、まあ、多分ね2日ある程度時間かければ2日か3日ぐらいあればね、60個すべて終えることができちゃうような仕組みになってて、まあもちろんその、名手の側のね、方針で、なんていうのかな、火曜日から、
土地ポイントが上がるような設定にしてたりとか、まあそういう場合はちょっと待つ必要があるんだけど、まあそれ以外、そういう特殊な事情がない限りはね、どん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 前倒してね、やってあげて、土地力を上げちゃうこともできるんで。なので、うん、まあぜひ、新しく。今回は、一撃さんかなが、次のクランになって、イモータルクランになるということなんで。まあそうですね、一撃さんはこの間も、イモータルクランだったと思うので、なので、まあ、羽の方もね、多分、2段階目の羽がもしかしたらゲットできるかもという感じだと思いますので、まあ、なんだろうな、頑張って、まあ、またね、イモータルの座を取り戻しに、いけたらいいかなという感じがしますね。まあ、結構その、なんだろうな、クラン間の、まあ、シャドウゴロ絡みについても、まあ、ちょっと一段落したなというところ。で、まあおそらくなんですけど、今後ね、まあディアブロ3、ディアブロ4の方のね、12月は結構イベントが目白押しなので、うん、まあ、怖いところではありますが、多分おそらくイモータルも大型アップデートが、12月の中旬あたりにね、出てくるのかなという感じなので、なので、まあそれに備えて少しね、まあ、特に、忙しくて撮れなかった、まあ、解説動画系をね、この1週間に、ね、充実させていけたらいいかなというふうに思ってますね。そう、まあでもなんかすごく、うん、やりきった感もあるし、コスメももらえたしね。そう、こういうなんか燃えてる系、燃えてるマントとか、これやっぱりなんかいいなと思うので、フォーもこういうマント系のね、まあもちろんその背中に背負うものあるんで、そこら辺にまた追加していくんだろうと思うんだけど、やっぱね、クリスマスコスメ楽しみですね。なんだろう、私もそこそこね、エンドボス周回とかこなしてはいるんですけど、エンドボス回す一つのね、楽しみの一つとしては、エンドボスから出てくるね、コスメティックっていうのがあるんですけど、あれを集めるのもなかなか楽しくて、あと、多分なんだけど、だいぶね、コンプリートの方も進んできて、氷の獣だったかな、氷の獣が2種類あるので、まあ、そこに、あと1種類取るのと、あとはデュリエルから出る、ね、馬ですねが、集まれば多分コンプリートなんで、そこも集めていきたいよね。クリスマスイベントでも、まあ、期間限定コスメティックもらえるみたいなんで、まあ、そこも楽しみにはしてるんですけども、なんかコスメ大好きおじさんみたいな感じになっちゃってるけど、まあでもなんだろうな、私にとってディアブロをやるっていうことは、まあ、なんていうのかな。実際に、まあ、いろんなね、情報っていうのは、もちろん事前に集める情報もあるんだけど、まあ、それ以上に自分自身で手を動かしてね、やってみるってことが、すごく大事な、ポイントになってて、まあ、経験主義的な、うん。なんかこう、なんていうのかな。やっぱ試行錯誤しながら自分で、いろんなことを考えてるときってのが一番面白くて、で、まあ、狙った通り、結果が出たらそれはそれでいいし、まあなんかうまく火力が出ない、防御力が出ないっていう時にどうしようかなとか、そういう工夫をするのもすごく楽しい、時間の一つなので、まあなんていうのかな。そういう意味で今回のね、まあイモータルとフォール、なんとか両立して進めるっていう、うん、まあこの挑戦っていうのかな。これはこれですごくやりがいがあったかなと思いますが、若干ね、まあ、睡眠不足を押しながらやってたようなところもなきにしもあらずなんで、まあ、ちょっとこれを、この一段落したところをキーにね、少し、またね、イモータルと4の、まあ、バランスっていうのかな。それは考えていきたいかなっていうところですね。まあ、やっぱでも面白いですよね。うん、私もまさか、こんなにね、長い期間にわたって、ディアブロ4、やることになるかなと。なるとは思ってなかった部分もあるんですけども、まあね、なんだろうな、ちょっとずつではあるけど、やっていけたらいいかなというふうに思っておりますね。いやなんでしょうね。むちゃくちゃ、まあ、うん、なんだろう、今回はまあ、特にね、海外の方々が多かったっていうこと、まあ、顔おなじみの人もいたけど、まあ、初めて会う方が多かったっていう中で、まあ、なんていうのかな。
まあ、お互いのクランがどんなポリシーで、活動しているのかとか、そういうことに関しての、まあ、ある種のコミュニケーションみたいなものを、まあ、名手の方がおっしゃってたようにね、取れたところもあるので、まあ、そこすごく良かったところだなと思いますね。私も本当にディアブロを始めて、こうしてね、今日本語のこうディアブロのチャンネルやってるので、日本人のね、ディアブロの仲間もたくさん増えましたけど、やっぱり最初の頃って、まあ、海外のね方にいろいろ英文のチャットでさ、教えてもらったりとか、まあ、そういうこと多かったんですよね。特にディアブロ2ですかね。ディアブロ2の知識に関しては、日本人の方に教わった以上に、まあ、同じアジアの方だったり、あとは、米国の方だったりとかね、そういう英語圏の方々に教えてもらっ知識を教えてもらって、で、まあ、それを大元にして作ったのが今のね、ディアブロ2の、解説動画だったりもするので、なので、まあ、あの頃の知識がなかったら、おそらくディアブロ2リザレクテッドの攻略もそんなにスムーズには進められなかったかなというところもあるので、うん、まあ、なんていうのかな、いろいろとこう、最初のうち違いもあるかもしれないですけど、なんていうのかな、まあ、ほぼ大部分のプレイヤーはね、なんていうのかな、ルールを守って遊んでるプレイヤーですので、うん、まあちょっと言葉が通じないということで、うん、距離を取っちゃうよりは、まあ、簡単な英語でいいのでね、うん、コミュニケーションを取ってみると楽しいんじゃないかなと思います。それは本当にね、ディアブロ4にも言えることで、まあ、ディアブロ4も、まあ、アジア人のプレイヤーとやり取りすることは多いとは思うんですけども、まあ、やっぱりね、海外のプレイヤーってなるとどうしても、まあ、日本語がね、堪能な方もたくさんいらっしゃいますけど、そうじゃない方の場合はね、お互いに、こう、片言の英語でね、やり取りするってことも多いと思いますので、まあ、そんなに気を使わずに、まあ、最低限意思疎通ができるようなというような感じでね、やれば楽しくプレイできると思いますので、まあ、やってみてほしいなと思います。さあ、よいしょ。シャバ出ましたね。よいしょ。まあ、そうですね。まあ、また、まあ、1からシャドウでね、鍛え直してもらおうかなっていう感じですね。まあ、おそらく新難易度追加とかね、そこら辺は12月中旬に出てくるかなと思うので、まあ、そこら辺の情報も楽しみにしていきたいなという感じです。まあ、ディアブロ4、まあ、来週じゃないな、この動画が出てる頃にはもう始まってるかもしれないですけど、まあ、ジアノと殺情も始まるので、まあ、イモータルが一段落した、後でね、いやなんとか、一区切りついたっていうところがあるので、まあちょっとね、前から話してたように少し、ディアブロチャンネル以外のね、チャンネルも、まあ、しっかりと運用していきたいなっていうところがあるので、まあね、なんか結局私なんかディアブロ、まあ、今回最近、まあ、特に思うんですけど、いろいろやりたいおじさんなんですよね。まあ、いろんなことを挑戦したいし、まあ、もちろんその、ディアブロも一つの挑戦で、ディアブロチャンネルを成功させるというのも一つの挑戦ではあるんだけど、まあ、その一方で、まあ、哲学者としてね、まあ、仕事をちゃんとするっていうところも大事になってくるので、まあ、特にそうですね、もちろん教師としての仕事っていうのは、まあ、なんとかね、皆さんのおかげで、1年間ね過ごせたかなっていう感じはあるんだけど、一方でやっぱ哲学系の YouTuber としての活動っていうのは少し今年もね、あまりできなかったなっていうところもあるので、まあとは言ってもまだね、2023年は終わってませんので、残り1ヶ月で少しでもね、まあ、何かコンテンツ残せたらいいかなというところありますね。まあ、いろいろやりたいことあるなとは思いますね。
まあちょっとパソコンスペックもだいぶね、足りなくなってきてはいるので、まあ買い替え、パソコンの買い替えももちろん考えているんだけど、まあ、なぜそれをなかなかできてないのかっていうと、まあせっかくだったら、なんていうのかな、パーツから組み上げるところからね、動画に残して、まあそれ関連の動画とかも撮りたいなと、元 IT 屋としてはやっぱり思うところもあるので、やってるんだけど、まあ作ってる時間がないっていうところなんで、まあ日々、まあ隙間時間で動画を作っていくという感じにはなっちゃうけど、まあね、まあ、少しでも、まあ、皆さんのお役に立てるような動画を作っていけたらいいかなと思ってます。よいしょ。あとは、そうですね。まあ、ビルド解説と並行してね、まあ、ちょっとセットのね、解説動画なんかも、撮りたいみたいな話をしてたんですけど、まあ、そこら辺もね、だいぶ、なんだろうな、まあ、しばらくセットアイテムの、まあ、値の高いものの厳選っていうのをやってきてたんで、なので、そこら辺の動画もね、順次上げていけたらいいかなと思ってますので、そちらも合わせて楽しみにしていただけたらなと思いますね。まあなんだろうな、イモータルド4結構違う感じだし、今度ね、シーズン30が始まるディアブロ3に関してもかなり、特殊なゲームではあると思うんだけど、まあ、やっぱりどれも面白いんよな。そこがすごく悩ましいところで、まあなのでやりたいおじさん、やりたいおじさんっていうとなんか語呂悪いけどさ、いろいろやりたいおじさんとしては、まあなんだろうな、一通りこういろんなね、コンテンツ触っていけたらいいかなと思いますので、まあぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。まあそうですね、そうまあもちろんアイテム欲しくないわけじゃないけどね、アイテムあったらいいけど、それ以上になんていうのかな、いろんな体験を、楽しむってことの方が私にとってはまあ重要なことなんでね。なので、まあ、4動画見、イモタルのね、動画も結構、多くの方がね、見てくださってるみたいなので、まあ今後ね、なるべく、長く続けたいなという感じはしますね。まあでも、ちょっとね、現実的なことを考えると、月目のヘリクアリーとかね、あと、まあ固定チームの、アクティビティをやって、で、あとは、まあ、週後半の、木曜日、土曜日のシャドウウォー関連をね、まあ、やっていくって感じかなと思うので、まあ、なかなかね、まあ、フルで、まあ、今まで、なんだかんだでログインしてた部分なんだけど、ちょっとね、すべてがすべて、やっていくっていうのは、なかなか、リアルな事情から考えても難しいかなとは思いますので、まあ、ゆっくりね、やっていけたらいいかなと思ってます。よし、なんとか終わりましたね。まあそうですね、大体、バトルパスの方で言うと、まあ一回全部回すと、75ぐらいかな。まで、溜まるような感じなんだけど、まあランク40までいけばね、一応バトルパス、の報酬自体は取り切ることができるので、まあ、そのあたりを、まあ、一月の、プレイ量の目安としながらやっていけたらいいかなと思います。なので週 1600BP ぐらいに収まるぐらいに少しアクティビティを削り込んで、やっていこうかなっていうのが、まあ、今後の計画ではありますね。まあなかなかね、まあついつい面白くてやっちゃうんだけど、まあそうなると他のことはなかなかできない、諦めざるを得ないのもあるので、まあ悩ましいところではありますけど、ゆっくりとやっていけたらいいかなと思ってます。そうね、多分ね、もう一段階上のね、
コスメティックがあるはずなんですよね。ゴールド4に到達した人だけした、イモータルがつけられるコスメっていうのもあるはずなので、まあ次回はね、そういった、長期政権目指してね、やっていけるように。私もまあやっぱり共鳴値2000のプロジェクトを少し、進めたりもしてましたけど、まあなんとか年末までにね、かなり宝石の方も、まあ粉含めてね、溜まってきてはいるので、まあちょっとね、ここら辺をしっかりと育て上げて、やっていけたらいいかなと思ってます。はい、今回も、動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。